サーフランシス・オズワルド・リンドリー。オックスフォード大学を卒業後外務省に入省した。1905年から1908年まで、クロード・マクドナルド大使のもとで二等書機関として、中日英国大使館に勤務した。ソビエト連邦が成立した時は、リガに勤務しており、彼はソビエトは、領土拡張主義者であり、英国と問題を起こすと判断した。 その後1920年から1921年まで中央ストリア大使、1922年から1923年まで中ギリシャ大使、1923年から1929年まで中ノルウェー大使、1929年から1931年まで中ポルトガル大使を務めた後、日本に赴任した。東京の大使皇帝は、 関東大震災で消失しており、再建中であったため、夏の間を中禅寺湖の大使別荘で過ごし、東京に戻ったが、1931年9月2日付のタイムズ誌の編集者であるジェフリー・ドーソンに宛てた手紙で、リンドリーは日本政府は中華民国との摩擦を避けようとしており、東京では大してすることがないであろうと楽観的であった。ところが、 その直後の9月18日に満州事変が勃発した。満州事変は拡大し、中国はその解決を国際連盟に委ねた。国際連盟は10月24日に日中両国に対し定められた期限内に軍隊を撤退させることを求めたが、リンドリーはこの決定は現実的ではないと不服であった。また、この決定は 実際にはフランスが準備したものであったが、国際連盟英国代表、ロバート・セシル教がこれを後押しした。リンドリーは国際連盟自体に会議的であったが、セシル教を特に嫌っていた。この後日本では英国に対する感情が悪化した。1932年1月第一次上海事変が勃発したが、リンドリーは日本の軍事行動は、 限定的で抑制的なものであろうと分析し、結果としてはこれは正しかった。リットン調査団の報告書にも批判的であった。リンドリーは現場の近くにあって極東における英国の権益を守るための現実的な判断をしていたのだが、英国国内では日本ビーキになっていると非難された。また、本人は否定したが、カナダの新聞社はリンドリーが日本の友情は 中国の友情より英国にとって意味があると述べたと報道し騒ぎを引き起こした。リンドリーは下で1933年4月から10月まで英国で過ごしたが、この間にも日英関係改善のため英国外務省に出入りしており一定の効果を上げた。クリスマス頃東京に戻り新外務大臣広田光輝に我々の極東政策の祖先である日本との 友好関係を保つという多くの試練に耐えた政策に戻ったと報告することができた。1934年4月28日、リンドリーは東京を去り外交官を引退した。1935年から1949年までロンドン日本協会の理事長を務めた。1950年8月17日、ハンプシャーのオールスフォードで亡くなった。 ありがとうございます。